いろいろな匂い。いっぱい歩いた。暖かい匂いがなくなって、僕と同じ匂いがなくなって、寂しくなってからいっぱい歩いた。すごく疲れた。緑の匂いに包まれる場所で転がっていた。お空から小さな水がいっぱいいっぱい降りてくる。僕の上にいっぱい降りてくる。寒くてお腹が空いて寂しくて力が抜けてゆく。見えるものが黒くなってゆく。すごく眠い。うわあ、珍しい。ウリボーネ？音がした。で、生きてんのかしら。僕に向けられる不安そうな音、そして触られる感触。まったく、こんな小さな子ほっぽって親はどこに行ったのよ。おいしょっと。怒った音のあと、体が浮き上がる。うん、まだ生きてはいるみたいね。緑の匂いが温かい匂いに変わってゆく。けど、僕の知っている温かいとは少し違う。この匂いは、なんて言うのかわからない。暖かい匂いがなくなって、僕と同じ匂いがなくなって、緑の匂いもしなくなった。代わりに、お空の水の当たらない、暖かな眠るところができた。寂しかったことは、もう忘れた。僕のそばには、ご主人様がいるから。ボタン、ぬいぐるみよ。ご主人様が僕に音を向ける。これは動いちゃダメな音だから動かない。うーん、いい子いい子。ご主人様が背中を撫でてくれる。すごく気持ちいい。お姉ちゃん、お風呂沸いたよ。ご主人様とは違う音がした。近づいてくるこの匂いはすごく怖い匂い。僕を体が痛くなる水につけた匂い。平気なのかな、ボタン。お風呂嫌いになってない？大丈夫よ。ちゃんと動かないように言ってあるもん。ご主人様が僕を抱きかかえて歩き出す。あまり行きたくない場所へ向かっている。逃げたい。すごく逃げたい。でも、動いていい音はまだ向けられていない。僕は、どうしたらいいんだろう。お姉ちゃん、なんか、ボタンの目がうつろだよ。まあ、大丈夫よ。お湯が気持ちいいものだってわかれば、この子だってお風呂好きになるって。怖いところに連れてこられた。白いものがゆらゆらしている変な水のあるところ。あの水はすごく痛かった。ボタン、おとなしくしとくのよ。きれいにしてあげるからね。ご主人様が僕に音を向ける。でも、この音は動いていい音じゃない。だから僕はじっとしている。このくらいの温度ならできよね。変な水を背中にかけられる。でも、痛くない。
体の中に染み込んでいく感じがする。これは、そう、すごく暖かい。イノシシだけど、人用のボディーソープでも問題ないわよね。急に背中に冷たい感触がしたけど、すぐにそこをご主人様が撫でてくれた。いつもよりちょっと強く撫でてくれる。すると僕の体はみるみるうちに白く大きくなっていく。それに不思議な匂い。どう、ボタン、気持ちいいでしょう。ご主人様がたくさん僕を撫でてくれる。すごく気持ちいい。眠くなってくる。まだ動いちゃダメだからね。泡流すわよ。温かい水が背中にかけられた。すごく気持ちいい。うん、えらいえらい。じゃあこのままあとはお風呂の中に。眠たくなっている僕をご主人様が抱きかかえてくれた。うわぁ、ボタンってお湯に浮くんだ。お腹がすごく温かい。すごく気持ちいい。私も体洗おっと。ご主人様が不思議な匂いに包まれて白くなっていく。まだ動いていい音はない。じっとしていると、ゆっくりゆっくりと温かい水が体を包んでいく。気がつけば僕は温かい水の中にいた。息ができない。困った。でも我慢。まだ動いていい音を聞いていない。たくさん我慢するとたくさん背中を撫でてもらえる。だから我慢する。でも苦しい。うわあ、ボタン、ボタンが沈んでる。温かい水はすごく苦しいものだと分かった。僕はご主人様が眠るところで転がっていた。ここはご主人様の匂いがする。でもご主人様はいない。この頃お日様が出ている時間はいつも同じ姿になって外へ行く。この時間は少し背中が寂しい。撫でてもらいたい。ブヒ。ご主人様を探しに行こう。どこにいるかわからないけど、見つけることができたらきっと背中を撫でてくれる。この時間は外に行けるところがあるのを僕は知っている。少し大きいご主人様が水の匂いのするものを抱えて外へ行ったり帰ってきたりしている。だから一緒に外に出ることができる。僕は起き上がると体を伸ばした。うん、あまりお天気良くないわね。洗濯物を乾くかしら。大きいご主人様が空を見ながら不安そうな音を出す。僕も空を見る。空は青くなかった。それにすごくすごく高いところから水の匂いがする。きっとこの水は落ちてくる。あら、ボタン、今日が学校に行ってるから退屈なの？大きいご主人様が僕に何か音を向ける。またお散歩に行くの？車には気をつけなさいよ。ブヒ。よくわからない。でもとりあえずうなずく。僕は遠くを見た。あっちの方にご主人様がいるような気がする。行こう。うっすらと地面に
ご主人様の匂いが残っていた。黒くて硬い地面を僕はゆっくり歩く。ご主人様の匂いを追いかける。すぐ横を大きなものが走っている。みんな僕より大きい。僕より速い。美味しくない空気を出しながら大きな音で走っている。ブヒ。そういえばお腹が空いた。僕はご主人様の匂いから離れた。お気に入りのところがある。お腹が空いた時に行くと食べるものがもらえるところ。僕は黒い地面を走った。たくさん来たところ。透明の壁のあるところ。そこには怖そうなオスのご主人様がいる。よく高く積み上げられた美味しそうな匂いをじっと見ている。また来やがったか。怖そうなオスのご主人様が僕に気づくと、透明な壁を押してこっちにやってくる。僕はじっと怖そうなオスのご主人様を見る。また腹が減ったか。てめえはうちの常連様だからな。怖そうなオスのご主人様は美味しそうな匂いのものを持っている。おれ、新作だ、食ってみろ。目の前に置かれる。これは僕が食べていいもの。ブヒ。尻尾が勝手に揺れた。怖そうなオスのご主人様は美味しいものをくれるいいご主人様だ。僕は食べる。相変わらずいい食いっぷりだな。不思議な、美味しくない美味しさの食べ物を食べる。全部食べるということはいいことということだから。おうおう、食い切りやがったな。もう一個食うか。また目の前に同じものが置かれる。僕は食べる。てめえ、大物になるぜ。怖そうなオスのご主人様が僕に向かって手を伸ばす。思い出す。初めてここでこのオスのご主人様に食べていいものをもらった時のこと。不思議な味のせいで体が震えた。でも全部食べた。そしたらご主人様と違ってこのオスのご主人様は僕の頭を撫でてくれた。背中とは違う特別な気持ちよさ。オスとして成長した気になれる気持ちよさ。しかし人間には理解されねえが、イノシシには理解されるんだな、あいつのパンは。怖そうなオスのご主人様が大きく息を吐いていった。すると、アキオさん。急に目から水を出しているご主人様が現れた。私のパンは人に理解されないんですね。そしてそのまま走っていってしまった。しまった。俺は理解したぞ。オスのご主人様は僕にくれたものを自分で食べると同じように走っていく。とても必死な音。よく見ることだった。ブヒ。壁に体をこすりつけて僕の匂いを残す。お腹は膨らんだ。僕はまたご主人様の匂いを追いかけた。黒くて硬い地面を歩く。
ご主人様の匂いにいろいろな匂いが混ざってきた。たくさんの匂いが同じところに向かって集まっている。少し怖くなってきた。匂いがたくさんすぎてご主人様の匂いが見つけにくくなる。ご主人様じゃないたくさんのご主人様が集まっているところ、初めて行くところ、すごくドキドキしてきた。ブヒ、たどり着いた。たくさんの匂いが集まっているところ、僕の知らないところ、すごく不安。とりあえず近くの壁に体をこすりつけた。何かしないと不安だったから匂いを壁につけた。ブヒ、大きな建物が音を出した。あの建物は音を出す不思議な建物。あの中にご主人様がいる。でも怖くてこれ以上は入れない。ドキドキしながらうろうろしているとオスのご主人様が二つやってきた。逃げた方がいいのかな。でも気になる匂いがする。この匂いは何か探し物なの？そういうわけじゃないんだけど。僕はオスのご主人様のそばに行って匂いを確かめる。おい岡崎、それ何？さあ、ご主人様の匂いが混ざっているオスのご主人様だ。触っても平気かな？噛まないかな？とりあえず釣り寄ってきているから敵意はないと思うぞ。じゃあ触ろう。撫でよう、抱こう。もう片方のオスのご主人様が僕に手を伸ばす。とても不安な匂いのご主人様だ。逃げんなよ。体が震える。こら、音がした。とても安心できる音。ご主人様の匂い、すごい音がして、不安な匂いのご主人様が倒れる。ブヒブヒ、ったく、うちの子に何する気よ。うちの子？ご主人様が残ったオスのご主人様と音を交わしている。怒った音が交互に出されている。でも不思議、ご主人様は不思議な音を出している。怒っているのに温かい音。今まで見たことのないご主人様。このオスのご主人様はご主人様にとって特別なご主人様みたいだ。音でわかる。特別な温かい音。ご主人様が僕を見る。あのね、ボタン、私まだ帰れないの。僕に何かを納得させるような音。どうやら一緒にはいれないみたいだ。大丈夫、家まではこいつがちゃんとついてってくれるから。ご主人様は特別なご主人様を見ながら音を出す。よくわからないけど、この特別なご主人様と仲良くすればいいみたいだ。またご主人様たちが音をぶつけ合っている。つべこべ言わない。言ってくれたら今日のお昼おごるから。任せてけ。特別なご主人様が自分の体を叩いてうなずいた。仲良くしてくれるみたいだ。よし、行くぞ、リバー。ブヒー、僕は特別なご主人様と一緒に走り出す。おっ、立ち上がれ、俺の昼飯。怖い音が向けられた気がした。
僕は走る。特別なご主人様と一緒に走る。でも走りながら考える。ご主人様はこの特別なご主人様にすごく気になる音を向けていた。暖かくて少し、本当に少しだけ恥ずかしそうな音。時々僕にだけ教えてくれる特別な音。そうか、だから特別なご主人様は特別なんだ。うひ、気がつけば僕だけだった。特別なご主人様の匂いがなくなっている。早く走りすぎたみたいだ。僕は慌てる。あの特別なご主人様は仲良くした方がいいご主人様。通ったところを戻る。よく覚えてないけど匂いを追いかける。空にある水の匂いは近づいてきている。早く見つけないと匂いが消えてしまう。いっぱい歩いた。特別なご主人様の匂いがなくなって見たことのないところに来てしまって、お空から小さな水がいっぱいいっぱい降りてくる。僕の上にいっぱい降りてくる。疲れた。気配がした。知らないご主人様の気配。大丈夫ですか？眠くなってきた僕に向けられる音。安心したような不安そうな音。どのご主人様だろう。いろいろな匂いが混ざっている。でも僕は眠い。目を閉じる。体が浮いた気がした。暖かい。うひ、目を覚ますと僕はやっぱり浮いていた。ん？起きたか。呆れたような音が僕に向けられる。覚えのある匂い。僕は特別なご主人様に抱かれていた。さっさと行くからこんな目に遭うんだぞ。ほら、今日のうちまで道案内しろよ。特別なご主人様は濡れた僕を水から守りながら音を向ける。水の匂いだらけの中に懐かしい匂いがした。そう、これは僕がご主人様に初めて会った時の匂いに似ている。音には隠されているご主人様の本当の匂い。暖かいとは少し違う匂い。ぷひ、はあ、これは優しいという匂いだ。Thank you.